今回は、読者僕なんか賢弱とスクナが敵対でもしてくれん限り無理やろなぁ、に対する読者の反応を紹介していきます。あ、終わった。普通にめっちゃ仲良しでくさ。スクナにこんな軽口叩けるのびっくりだよほんと。同級生かよ。昔仲良かった地元の友達かな？結構本気でこの二人が潰し合いして味方の正気が生まれるのでは？と思ってたダメそうですね。いやこれ賢弱なんか狙いあるだろ。普通にめっちゃ仲良しだし、スクナの器作ったら強く作りすぎて檻になっちゃっただけな気がしてきた。封印無理だったら本気でスクナに五条討伐頼むつもりだったのかなこれ。今週の雰囲気見ると二つ返事で OK してくれそうなんだよな。スクナって群れるのがどうこう上後に言ってたけど、賢弱と普通に群れとるな。強者同士が利用し合うのはありなんでしょ、慣れ合うのは NG で。共感しかない。裏ウネが協力してる時点で可能性はなかったんだなって。宣言の同化計画に少な関係ないやん。なんで少なの器を作ったんだ。仲良しだからこの可能性が一番高くなった気がしてきて草生える。作れそうだから作ってみただけなんだろうな少なの檻。言うて利害の一致で組んでるだけでどっかで決裂すると思うけど問題はラスボス二人が決裂するより味方の全滅の方が早そうなとこ。スクナがウザで賢弱の発言流してるの草なんだ。器、頑丈に作りすぎちゃったニューヨーク見せろはぁ。君らって人の気持ちがわからないね金魚カー乗せてやるからポイントちょうだい。全部許されるんだ。仲良しの友達なんかな。追加で天使を受肉させるよろずを受肉させる。さすがに天使は許されるとは思えない賢弱経緯じゃない受肉ってのもあるのか？こいつら中学で部活一緒だっただろスマブラもやって遊んだ仲だわこれ。まあ平安時代の遊びとかはしてそう。蹴鞠かな100人一死99年とか。ていうか賢弱的には板取りの体からスクナが出てきたことは別にいいんだ。ってなったこいつのマジで謎すぎる。板取りと一緒に生きてくれてればいいってのも嘘だったのかもね。もはや板取りから出てったのに別に殺してないと知ったらびっくりしそうなレベル。板取りはあくまでスクナの復活のための器であれば良いのかもその後に他に器を変えても別に OK しいて言えば木で具体的な役割はないって言ってたし。その辺もお兄ちゃんにブラフ吐いてたって判明したからまともに受け止めていいかすらわからない。とっととくたばれふんやろうともバイ天使まさかの平安組全員同時期の人物疑惑で笑うわ。欲の会場に毒物でも投げ込んでないかなと期待してたのにお前、見学させてくださいじゃなねえんだよがっかりさせんなやこら。そもそも呪霊が毒みたいなもんですしおっし。このラスボス二人が敵対でもなく中立ですらなく利害一致だからだろうが普通に手を組んでたという絶望感よ。少な賢弱裏うねよろずでもモテツ99年やったら友情も壊れるやろ。呪術同期メンツサトル、スグル、翔子雄二、恵み、野原雄太、巻、トゲ、パンダ。スクナ、裏梅、賢弱ニュー。こう賢弱はスクナが嫌いなタイプだと思ってたのに。実力者がおどけてるのは割と多めに見るタイプなのかもしれん。巻との時も板取りを共に笑ったからと一度は見逃したし。好きなタイプなのかも予知力と行動力で生まれ持った力以上の強さを発揮してるとか面白いやつじゃん天元まで手中にしたの普通にすごい。賢弱の方は術師側がうまいこと頑張って、死滅回遊を解除する縛り守れませんでした。縛りペナルティ、で初の縛り破りの末路が見れるんじゃね？スクナは乙骨と五条先生がなんかこう、いい感じに。スクナを抑えるために檻を作ったんだと思ってたでも違いそうだな。お前の作品神聖うざかったぞマジで？受けるくらいの関係性だったか。檻になっちゃったとはいえ現代に蘇らせてくれた相手だし多少の不満はあれどまあ怒らん。のかスクナ？そういえば小僧制作の過程であの時の景色悪いことされてんだよな。己の回復回が全てなんじゃなかったの？スクナ復活したら賢弱の脅威はなくなると思ってた人の期待はどうすれば。うわっあいつ吉祥受けるくらいのノリでそこまで不快にはなってなかったと思われる。人肉食べたい皆殺し殺したいスクナだけど賢弱の目指せ1億総呪霊はいいのか、と思うんだが、そんなこと2000年かけてんの？うわ相変わらず吉祥くらいのノリで笑ってそうだしなんなら1億呪霊と楽しくバトルしそうなんだよ今週のスクナさん。賢弱は目的のために腹芸バンバンするタイプだから演技の可能性はあると思う詳細は不明だけど板取りを檻として用意した上に対スクナの仕掛けをしとくぐらいだし。直接戦っても勝ち目ないから総呪霊化のタイミングでスクナをどうにかする計画があるのかもしれない。
賢者の計画に宿儺関係ないじゃん、なんで宿儺の器作ったんだ、なんで裏梅とも組んでるんだ、友達だからなのか、今週見てこんな感想になった。宿儺は暗躍型は嫌いかと思い込んでたが、賢者も面白いものが見たいって欲望の赴くまま好き勝手してる、欲を我慢しないタイプの強者だから宿儺的に OK なんだな。単純に性格悪いもの同士気が合うのかと思った。バチクソフランクに会話してて笑った。完全に悪友って感じの会話だよこれねどうすんのよこれもうまた数週間前に逆戻りだよどうすんのよこれ五条先生助けて。ほんの2話前まで宿儺って賢者のこと認識してたんだねって感じだったのに。敵対するだろうなぁと思ったのに仲良さそうで困惑潰し合ってくれないと戦力の差がどうしようもないよ誰か助けてくれ。まだだ、まだわからんよ、絶対に誰にとっても迷惑なこと考えてるはずだから。賢者は呪霊を見下してるけど一応人間の宿儺と裏梅のことはどう思ってるんだろう。石氷が瞬殺されたことよりもこいつらが協力関係だったことの方が一番絶望した。ここまでマシンガントークしてんのに宿儺がウザで済ませるのすげえよね真面目にスピンオフでこいつらの出会いやってくんねえかな。ファーストコンタクトが気になる。なんなら、天使と天元もレジーも同期組っぽいしな割と真面目にそこら辺気になる。なんやかんやでどっちが裏切るだろうからセーフ。どっちが裏切られるのが芸術度高いだろう。互いに相手のこと信用するような玉じゃないしアニマン人好みの芸術とやらは見られないと思うよ。裏切るっつうか、利害が対立すれば普通に潰し合うだろうなただメロンパンの方から宿儺に手を出すことはない気がするね。裏切るは裏切るにしても予想を裏切るとかそんな感じだと思う。一億総呪霊化してどんな奴が生まれるかなぁと思ったら宿儺が全部吸収してアチャーウになるぐらいな。宿儺も一億総呪霊は好奇心で見たいとかか、バトリ対価で耳守りモードになりそうなんだよね。俺はまだ合体して両面宿儺になる展開を信じてるよりキモい。弾丸猫が負のご都合主義に走らないという甘い考えは捨てろ。送ってあげるからポイント頂戴仲良しか。カシモ聖前との絡みでやっぱり宿儺がナンバーワン、してたから賢者、宿儺の認識がありそうって予想はあったけど、がっつり知り合いでなんなら割と親しいのは予想つかんかったわ。キャラ配置としてはいい感じだったわ。そのイタドリが空でも飛ばないと追いつけないし追いついても勝てないのが、ほんと乙骨早く来て。みんながママについてあれこれ推測してると聞いたドリの中でほくそ笑んでた。ってこと。今のところ読者視点だと伏黒が消えていたドリと乙骨と巻くらいしか馴染みがある味方キャラがいないからね巻も強化の過程で別人みたいになったし新キャラのキャラは立ってるけど馴染む前に死んでくから読んでてしんどい。今思うと宿儺なんていらない言ってたマキトがピエロすぎる実力も親密度も宿儺の足元に及ばない。読み返すと呪霊組はマジで賢者に踊らされてただけってことかわかるまあ踊らされる程度には能力あったとも言えるが。あれ一応呪霊組たちの干渉だから自分たちの全滅も視野に入っててマキトも賢者のことちゃんとわかってたその上で手のひらの上で踊りまくった結果世の中ひっくり返ってる。呪霊組が望んだ世界には近づいてるんだよな天元吸収で1億総呪霊化がスタートしてるから。一回目の領域展開で魂に触れちゃってから自分とは格が違うことは認めている。二回目の時にも宿儺が見逃してくれるか心配している。千年前はこの三人で人の頭蓋を蹴鞠にしながら会話してそう。ゲームのエンディングでそんなのあったな。万丈とカズーイの大冒険2のエンディングで見たことがある呪々散歩では上後の頭でサッカーもしてたな。